久保さん、今回、浅瀬の朝、朝にしましょうか。浅い。深みがない、浅はか。水面に近い。まあ、ネットビジネスやる人って、なんだろうな、始めようとする人って、まあ、浅いですよね。まあ、そのネットビジネスって言ってるんだけども、そのビジネスをやろうとは思ってないんですよね。まあ僕もこんなこと言っときながらそうなんですけど、僕も一番最初はそのネットビジネスっていうビジネスと捉えてなかったですね。だけどやればやるほど奥が深いし、これ勉強しないといけないなっていう、まあいろんな考え方だったりとか、まあテクニックもそうなんですけども、やればやるほど奥が深いと。でもみんな浅いんで、浅いとこしかできないっていうね。浅いとこしかやらないし、浅いからすぐ終わるっていう。なんかね、こんな質問が1回だけ来たんですよ。吉谷さんと。1日12時間ぐらい毎日ネットビジネスやったら稼げると思いますか？みたいな。それ稼げるね、みたいな。1回だけ来たんですよ。でもその人は稼げるようになったんですけど。要は何かっていうと、まあ今の質問の逆で、時間がないんですけど、こんな私でも稼げますかっていうような質問の方が、まあ8割9割なわけですよね。っていうか、まあそれを探してるっちゃ探してるんですよ。まあ時間がない中なんかできないかなっていうところで探してる人がほとんどですから、ね、そんな12時間もね、いや会社サラリーマンで働いてるよって話で。だけど、要は、なんだろうな、気持ちの問題なんですよね、そこは。まあ、仮に、まあ、もちろん、12時間もね、時間、まあ、その方は、なんか、起業してた、なんか、一人でやってる人かな。まあ、サラリーマンではなかったですね。もちろん、その12時間取れるわけですから。だけど、なんか、気持ちなんですよね。なんか、浅い気持ちだったら、まあなかなかですよね。なかなか無理なんじゃないかなと。だから浅いんだったら最初からやらない方がいいんじゃないかなっていう。まあ浅い、浅、なんだ、浅い、浅、浅いと思、浅く、浅かったらノウハウコレクターの沼にはまるみたいですね。浅はかな気持ちだったらコレクターにの沼にはまっていくっていう。最初から深くっていう気持ちがもしあるんだったらね、まあやるだろうしね。そんな甘くないですよ。甘くないんだけども甘いんですよ。やればやるほど久保さん甘いですよね。甘くなっていくんですよね。すげえ楽ですもん。普通の、まあ、今日も平日ですか。楽ですね。楽だな。だってボタン押したらもう出社できるんですよ。超楽じゃないですか。別にね、身支度、会社行くのめんどくせえなと思わなくていいですよ。めんどくさいもん、その押せばもうすぐ出社ですから僕。だからいいっすね。でもこれもやればやったからこそここまでいってるだけであって、最初はね、そのボタンのね、レックボタン、赤ボタンを押すのにもね、緊張したりとかね、恥ずかしいなとかね、いろいろあるんだけど、やればやるほど簡単になりますから。だから奥が、そのやる、あのー、ね、いろんな奥も深いんだけども、やればやるほど、その奥の向こう側、奥の細道の向こう側には、エデンの空が エデンの園が広がってるっていまあでもそのエデンのそそエデンのエデンのなんじゃそのそこにも奥の細道を行った人しかその環境でもできないっていう、その環境
でもできるようになってるってことですね。どんなまあ状況、確かにその楽なんだけど、楽の中にも辛いことももちろんあるんだけども、どんな状況でもやれる、それはなぜかっていうと、まあ考え方だったりとか、まあ、その行動やるっていうことがもう習慣化されている、まあ、空気のようにこうなってるっていう、ちょっと疲れましたね。肩がパンパンですね、久保さんね。ちょっとね、はあ、ここのホテルはね、まあ、あのネット回線が早いですね。すげえ、めちゃくちゃネット回線早い。この前泊まったホテルは超遅かったんですけど、ここは早い。いってらっしゃい。